毎月毎月何かしら物の値段が上がったというようなニュースがありますけれども、その理由の一つが今日ご紹介するこのスエズ運河とパナマ運河の問題なんですね。そうなんですよね。こうやって見ると世界の物流というのはスエズ運河とパナマ運河、ここ実にたくさんの貨物船やタンカーが通っている、ところがここはなかなか通れなくなるという危機。これによって私たちの生活に大きな影響が出てるんですよね。はい、名前だけはね知ってるこの2つの運河ですけれども、どういうことなのか見ていきたいと思います。はい、池上彰と増田ユリヤの YouTube 学園。でまずはスエズ運河から見ていきたいと思うんですけれども、はい、スエズ運河といえばエジプトの東側を通ってる、はい、運河。で皆さんもご存知だと思うんですが、ここに細い紅の海という角、紅海という海があります。ここと地中海を結ぶところに作られた運河ですよね。はい、だからそれより前はこうやってアフリカの南部の喜望峰を回らなければいけなかった、そんな時代がずっと続いてたんですよね。ずいぶん遠回りですよね。はい、だからそれくらいだったらここの砂漠のところに運河を作ればこうヨーロッパとアジアをこう一挙に結ぶことができるだろうと言ってスエズ運河ができて、今まさに例えば日本からヨーロッパに、ヨーロッパから日本にさまざまな物資を運ぶ時にこのスエズ運河を通っていたんですよね。ところがそこが現在イエメンのイスラム過激派組織フーシ派がここを通る船を次々に攻撃しているということが起きてるんですよね。日本のねその自動車運搬船も、はい、襲撃されたといって大きなニュースになりましたけれども、はい、これは今イスラエルで起きている、まあ、ハマスに対するイスラエルの攻撃、はい、これが大きな要因になっているということなんですね。そうなんですね。このフーシ派自体このハマスに連帯をしようと、でだからイスラエルがハマスを攻撃する限り我々はこの紅海を通る船を攻撃する、つまりこう攻撃されたくなかったらイスラエルの、ハマスへの攻撃をやめろってこういう要求をしているということですね。そこでまあ攻撃があるからここはなかなか通りにくくなっているというような状況が現状であると。そうだから日本の自動車運搬船が乗っ取られたり、先日はギリシャの石炭運搬船がフーシ派の攻撃を受けてこれが爆破されて沈められるということも起きてますよね。すごい炎が上がってた映像でしたよね。そうなんですよね。結果的に多くの船がスエズ運河を通れなくなったことによってぐるっと遠回りをするとコストがかかるわけですよね。そうすると私たちの生活のさまざまな物価の値上がりにつながっているということですね。日本の運搬船はその後どうなったんですか？まだずっとフーシ派が抑えたまんまになっていて、フーシ派がそのイエメンの人たちにそこの自動車運搬船を見せるという、まあ、テーマパークのような見せ物になっているということですね。じゃあなんか帰ってくるってことはなかなかまだその見通し全く立ってませんね。でこれが終わるためには、やっぱりそのイスラエルとガザの問題が終わらなければ、とても終わらないということですけど、実はアメリカやイギリスがフーシ派を攻撃してるんですよ。実はミサイル攻撃をして、相当フーシ派に対して攻撃してるんですけど、それでもフーシ派の攻撃はやまないということですね。ここに攻撃を加えてるってことですか？そうです。イエメンのこのフーシ派をミサイルで攻撃してますね。それでもなかなかやまないのが現状だということですね。はい、それで通りにくくなってるのがこのスエズ運河のところということなんですね。はい。でそもそもなんでスエズ運河が作られたかというと、これはイギリスとフランスが共同で出資したスエズ運河会社というものが作ったと。そうなんですね。でこれフランスの外交官だったレセップスという人が提唱して、ここに運河を作ると特にフランスにしてもイギリスにしてもこうアジアに出ていきやすい、さまざまなこう物流に利益があるというのでここに運河を作るべきだって提唱したことによって始まったんですよね。そうですね。イギリスはインドにも行きやすくなりますしね、まあそういうようなことがあったということです。このレセプスっていう名前は暗記だけした人もいるかもしれませんが、まあそんなことがありました。でその後第二次世界大戦があって、そして1956年エジプトが国有化宣言をする、これはどういう意味があるんですか？これはもともとエジプトはイギリスの植民地だった、それが第二次世界大戦後エジプトが独立を果たすのでイギリス軍が撤退したわけですよね。それを見たエジプトのナセル大統領が今こそ絶好のチャンスだというので、ここ、運河を国有化宣言をした。そうするとイギリスだけではなくフランスももともと自分たちで金を出して作った運河を、取られてしまった。取られてしまったって言い方、イギリスフランスの立場ですけど、そしてこの通行料で莫大な収入を得ていた両国が収入を失ってしまうということで激怒したってことですね。でもね、そもそも占領していた、植民地化していたということもいかがなものかというふうに思ってしまうと、国有化宣言するのも当然かなと思ってしまったりもする。そうですね。今から思えばそうですよね。なかなか難しい問題ですね。で、このスエズ運河をめぐるこのスエズ危機というのが起こるわけなんですね。これはね、今第二次中東戦争って言い方もしています。第一次中東戦争でイスラエルが独立を果たした後ですよね。これつまりイギリスとフランスにしてみれば、とにかくスエズ運河を取り戻したい。どうやって取り戻すか。そうだ、第一次中東戦争でエジプトとイスラエルは戦争をしている。だからイスラエルは反エジプトである、というのでイスラエルをけしかけてですね、とにかくスエズ運河を占領しろとこう呼びかけるわけですね。で、それによってイスラエルがまずはこうスエズ運河を占領する。そうすると今度はイギリスとフランスが、大変だ、国際運河の自由に航行できるようにしなければいけないんだっていう理屈をつけて、建前でこのシナイ半島を占領するという、つまりそれによってこうスエズ運河をもう一度イギリスとフランスのものに取り戻そうとしたってことですね。その時にシナイ半島というのはエジプトのものだったんですか？そうです。ここは、エジプトですよね。で、そのエジプトをイギリスとフランスが占領することによって、ここにあるスエズ運河を自分たちのものとして取り戻そうとしたと。それに対してエジプトが必死になって抗戦をする。あるいは、国連もですね、即時停止をすべきだって言い出す、あるいは当時のアメリカはですね、こんなことすべきではないってイギリスフランスをこう非難するんですよね。結果的にそういう圧力を受けてイギリスとフランスは撤退をする。その後イスラエルも撤退をすることによってスエズ危機は終わるということですね。そうするとエジプトのものになったままということですか？そうです。だから今スエズ運河によってエジプトは多額の外貨収入を得ているということですね。本当にエジプトの収入、相当重要な部分はスエズ運河のおかげということですね。なんかね、第二次中東戦争はいろいろそのイスラエルの問題を語るときに、このスエズ運河の問題だからこれはちょっと別ねってよく言われたりするんですよね。それはそういうことだったんですね。つまりスエズ運河の利権を、回復するために、イスラエルにけしかけたと。全然その、要するにパレスチナの問題とは別の形で起こった、ということなんですね。たまたまここで起きたから第二次中東戦争って言い方してますけど、第一次や三次四次とは全く違うということですね。正確だということですね。で、今ね、通行料が莫大だという話がありましたけれども、池上さん、今ですよね、これ一隻あたり5000万円から。6000万円1回取るのですか？そうですよ。普通の貨物船、これも船のサイズによって通行料は違ってくるんですけど、一隻につきこれだけの収入がエジプトに入るわけですよね。で、この運河自体を通過するのには11時間から16時間かかる。全長が 193.3 キロメートルある。そして運河自体のこれは幅ですか、205から225メートル、最大の幅は313メートルまで通れるよという意味ですか？これはその通りですね。運河ってやっぱりその船の幅であるとか、この深さであるとかって重要になってくるんですか？そうですね。だからこれを越える船は通れないってことになるわけですね。そうすると結局世界の船は運河を通れるサイズの船を作ろうと考えるわけですよね。船がすみません、この幅ですね、205から225になって最大は313という、要するに運河の幅が最大がこれだけってことですよね。そうですそうです。っていうことはですよ、すれ違おうと思ったら、ちっちゃめじゃなきゃダメってことですね。そうなんですよ。だから実は一方通行なんですね。意外に知られていないんですけど、一方通行なんです。例えばこちら見てください。北が地中海、南が紅海だとしますでしょ。とりあえず例えば紅海から船がこれ北に向かっていくわけですよね。だいたいね、15、6隻で船団を組んで一方通行でここに行くんですね。そうするとグレートビター港という、湖があって、ここで北から南に降りてきた船とすれ違うんですよ。とすれ違った段階で北から降りてきた船はここから今度は北から南に行く一方通行になるんですね。で一方北に向かっていた船はここからそのまま北にずっと進んでいくという、こうやってこのグレートビター港でこうすれ違いをするという一方通行が運河なんですね。ポートサイド港っていうのは何ですか？これが地中海の港です。これ地中海の港の名前ですね。そうですね。はい。でここはなんかちょっと複雑にこうなってますけど。だからポートサイド港って地中海の中でも実にたくさんのこう船ができるだけの港がいっぱいあるってことです。船がつけるところがいっぱいあるということなんですね。でこれ衛星写真っていうか地図で見るとすごいよくわかるんですよね。そうなんですよね。ちゃんとこれを見ることができるサイトがあるんですよね。最近便利ですね。これを見るとね、ああ本当にこう一方通行になり、あちょうどこの港でこうすれ違ってるんだなってことが分かりますよ。矢印みたいなこの船のマークがちゃんと同じ方向向いてるんですよね。はい、でこう赤いのを見ると、あこんなにタンカーが通っているんだってことが分かりますよね。赤い色がタンカー。タンカーですよ、ね。はい。はい、でタンカーとか例えば人が乗ってる船とか色分けいろいろしてあるんですけれども、やっぱりタンカーの色がね、かなり目立つというのがこの辺りの状況だということですね。そうですね。だからこれだけ本当にこう世界の流通で重要なところなわけですよね。そこがなかなか通れないということになると、本当に世界中の国にとっても困ることですし。あるいはエジプトもですね、外貨収入が激減しているわけですね。エジプトの財政状態にも悪化するという、こういう深刻な問題が起きてるんですね。なるほどね。やっぱりだからここでイスラエルとガザの停戦というものが行われないと、そのフーシ派による攻撃もやまないと。結局私たちの暮らしにも影響してくるってことなんですよね。そうなんですね。どうなるんでしょうね。このあたりもね。はい、ここまでスエズ運河見てきましたが、一方パナマ運河、はい、これは中米にある運河ですよね。そうですよね。はい、ここが異常気象で通行制限、つまり、今の気候変動、あるいは温暖化によってですね、その異常気象によってなんとパナマ運河がなかなか通れなくなっているという問題があるんですよね。でまずパナマ運河ですけれども、場所はコロンビアとコスタリカの間にあるカリブ海、素敵ですね。ここにある運河です。全長が82キロ。で太平洋と大西洋を結ぶ運河ということです。で幅ですが、一番狭いところが91メートル、一番広いところ200メートル、水深浅いところで12.5メートル。これがどういうことにつながっていくのかというところを見ていきたいと思います。でまずこの運河が作られた経緯ですけれども、レセプスさん。スエズ運河を作ったレセプスさん、スエズ運河を作ることができたんだから、じゃあパナマ運河もできるだろうって、彼が頼まれたということなんですよね。でもともとつまりアメリカの東海岸と西海岸ってこう離れている、あるいは太平洋と大西洋をこううまくつなぐことができれば、わざわざこう南米の南をぐるっと回る必要がないだろう。で特に南米の南側の南極の近いあたりってドレーク海峡といってもう一年中風雨が荒れてるんですよね。とても危険でそんなところが通れない。だからこのちょうど細いところに運河を作ればいいんだっていう、こういう発想になってレセプスさんに頼んだんですが、スエズ運河に比べて工事が大変だったんですよ。で伝染病などで放棄したって書いてありますよ。これとにかく途中に山があるんですね。スエズ運河はただ砂漠だからまっすぐ掘り進めばいいんですけど、こう山があるから山をどうするんだっていう問題があったり、それから黄熱病が流行して、ここで働いていた労働者がバタバタと病気になって死んでいくんですよ。で結果的にレセプスはこれを放棄するというわけですね。そうすると今度は当時のアメリカのセオドア・ルーズベルトが、そうかここはアメリカにとって非常に重要な場所だから、今度はアメリカが工事を引き継ごうじゃないかということになるんですね。そしてじゃあパナマ運河を作る、でもここはコロンビアという国の領土になるわけですね。とコロンビアがアメリカの言うことを聞かないんですよ。で都合が悪い、どうしようか、そうだコロンビアを軍事力で脅して別の国、パナマという国を別に作らせてしまえば、そしてそのパナマにパナマ運河をアメリカのものにしろと圧力をかければこれがうまくいくだろうと考えて、なんとアメリカがコロンビアからパナマを独立させて、そこにパナマ運河を作る。でそれが1914年にパナマ運河が開通をする、はい、この時にアメリカとしてはパナマを独立させてやったんだからパナマ運河はアメリカのもので認めろよなってこういうわけですね。でこうやって強引にパナマ運河はアメリカのものってなるんですね。でその間、ここにはね91年にパナマ運河が完全にパナマに返還されたとなっていますけれども、この間ここに書いてあるように反米運動というのはかなり激しかったんですか？いや最初はもちろんパナマが独立されてアメリカの圧倒的な力でみんなそれを受け入れざるを得なかったわけですよね。でもそのうちにだんだんそもそもここは自分たちのパナマの国じゃないかと、国の中になんでアメリカの領土があるんだと、これはもともとパナマのものなんだからパナマに返せという反米運動というか、パナマの民族主義的な運動がどんどん高まってきて、とてももうこのパナマ運河の周りをアメリカ軍が警備していたんですけど、アメリカ軍が安心してこれを警備できないような状態になってくるわけですね。そこで、ジミー・カーター大統領の時代ですけど、しぶしぶじゃあここをパナマに返しましょうということになり、こうしてパナマ運河が1991年、全面的にパナマのものになるんだということですね。でこのね、パナマ運河と気候変動の問題がどういうふうに関わっているかということなんですけど、スエズ運河はただ掘り進めば、運河ができた。でもこのパナマ運河の方は、さっき池上さんからお話もありましたけれども、山があって。でそれが邪魔をしているから、じゃあそこをどうしようか、ここを全部掘ることは難しい、ってことになったわけですね。そうですね。だからレセプスははいはいって受けたんですけど、運が悪かったんですね。そして、じゃあどうしようかと、アメリカ側はですね、そうか、じゃあ山を越えればいいんだと、船を山を越えるような仕組みにすればいいんだっていうことは、船のエレベーターを作ればいいんだってこう発想を変えるわけですね。船のエレベーターって言われてもよくわからないですよね。でこちらをこう見てください。例えば大西洋側から太平洋側に行こうとしますよね。そうするとまずこう海のところから一体鋼門という船のエレベーターのような箱の中に船が入れるんですね。そしてそこに水を入れるんです。と水で浮力で船がわーっと浮かんできますでしょ。これが船のエレベーターですね。で一旦ちょっと高いところに行き、でその先でもう一度エレベーターがあって、さらに高いところに行きということをすることによって、海抜26メートルの高さのところまでこれを船を上に上げるんですね。で池上さん、それだとここに湖があったからなんですか、それともここはどういうことですか？船のエレベーターをするためには水が必要ですよね。その水を供給するために、ここにガトゥン湖という人工の湖を作るんですね。ここは山しかなくて湖はなかったところなんですね。そうです。そこに雨水をためて、その水でこの船のエレベーターを動かそうと考えたってことですね。でこうやってとりあえずこの高さまで行く。でガトゥン湖をずっと行くわけですよね。そうすると太平洋側から来た船とこのガトゥン湖ですれ違うわけですね。そしてまた太平洋側に行ったら、まずは水をいっぱいにしておいたところに船が入り、水を抜いていく。その度ごとにだから結果的に大量の水が必要になるわけですね。それがガトゥン湖の水を雨水を使っていたところが、これが去年からですね、干ばつで雨が全然降らなくなっちゃったということは、水が足りないということですよね。そもそもここは雨がたくさん降るところなんですか？もともと大変降るところですね。だからこう雨水でこの船のこう行き来ができるようにしようとして設計されたわけですけど、それが異常気象で、いわゆる気候変動ですよね。これで全然雨が降らなくなってしまった。で実は一隻を通行に必要な水量っていうのは1億9000万リットル必要だと。よくわかる。ちょっとあまりに多くてピンとこないんですけど、それだけの水が必要だのが、雨が降らないと通すことができないということになって、本来ですとね、1日に36隻ぐらい通過できるんですけど、今それが24隻にこう制限されている。こう残っている水でちょぼちょぼとこう船を通行させているという状態になっているんですね。もう一つ、海抜26メートルはこの山ですか、それともこっちですか？湖のところですね。ガトゥン湖の海抜が26メートル。なるほど。じゃあここのガトゥン湖はただ黙っていても水は湧いてこない。雨水ダイヤリーということなんですね。でもう一つ、このこちらが上から見た図ということになるわけですけれども、はい、そのここがここに当たるわけですね。そうですね。うん、で1段階2段階3段階というような感じですね。でこれがですね、これ一つ一つの校門が長さ294メートル、幅32メートルなんですね。うん、つまりエレベーターですから、うんうん、このサイズになっているわけです。ということはこれを通る船は必ずこれよりも小さくなければいけないわけですよね。うん、質問です。はい。ここがね、池上さん、これ上から見た図って今おっしゃったと思うんですけど、これは何ですか？これはまさにガトゥン湖の雨水、これを引いてきてここに水を溜めてるわけですね。なので船のこう水を上げたり下げたりするときにここの水を使ってるということです。そこにため池があるということなんですね。で、溜めてる水をここに入れて、そして浮力で上げていくというような意味があるそうです。わかりました。ということはこのね、パナマ運河を通るためには幅が32メートルよりこう細くなければいけないわけですよね。うん、なので世界中のあらゆる船のほとんどはこのサイズなんですね。うん、だからこれをねパナマックスというんですね。船のサイズの名称がパナマックスなんですね。はい、そうです。船の名称ではないんですね。だからパナマ運河を通れる船のサイズのことをパナマックスというんですね。だから貨物船だろうがタンカーだろうが戦艦だろうが、すべてこのパナマックスで作られているということなんですね。わかりました。はい、さらにでもここにニューパナマックスというのがあります。はい、これは少し幅が大きいようですよ。そうなんですよ。これ要するにこのパナマックスって幅が限られてるでしょ。長さもね。ね、はい、そこでバイパスを作ったんですね。日本の技術指導があって、うん、はいはい、なんでこうなったのか。というとアメリカで最近どんどんシェールガスという形で天然ガスが大量に作られてますよね。それまではアメリカは天然ガスは中東から輸入してたわけですよね。うん、と中東からアメリカの場合はパナマ運河を取らなくていいわけですよね。うん、だから天然ガスの液化天然ガスのタンカーってこのパナマックスより幅が広いんですよ。うん、でだけどこの、天然ガスを日本も輸入したいということになると、パナマ運河を通らなければいけない。でも液化天然ガスは幅が広いので、こうパナマ運河が通れない。じゃあバイパスを作ろうと言って、こう長さも幅ももっと大きなバイパスを作ったんです。これがそれでそこを通れるような船のことをニューパナマックスと呼ぶようになったということですね。うん、その船はガトゥン湖は通るんですか？ガトゥン湖は通ります。じゃあこのエレベーターの仕組みをもう一つ別のところに作ったと。その通りですね。ここでだからすれ違いをするというわけですね。だからアメリカの天然ガスを例えば日本だと中部電力と大阪ガスが輸入しているんですね。うん、そのガスはだからこういうニューパナマックスを通って日本まで運ばれてきているんだということですね。でもね、これ最初作った時はね、そんな天候じゃなかったというか気象状況じゃなかったかもしれませんけれども、その干ばつでね通れなくなってしまうというのは、はい、これは他に何かいや本当に予想外ですよね。だから例えば今はもう一つ別のところに運河を作ったらいいんじゃないかとか、うん、中国がこの計画をしているとも言われてますし、うん、あるいはこう通れなくなったことによってアメリカがですね、例えば大西洋からこう太平洋に荷物を運ぼうとすると、一旦アメリカの東海岸で陸揚げをして、うん、そこからこう鉄道あるいはこの車を使ってこう西側の港まで運んで、そこでもう一度船に積んで太平洋を行くという、うん、今ねこういう、まあ、別のルートでもものが動くようにはなったんですけどね、うん、当然コストもかかるし時間かかりますよ。そうですね。だってアメリカ大陸横断するわけでしょ。そうなんですよ、ねえ、うん、それから比べたらこの、はい、何キロかのところを船が通れるだけで物流がすごくスムーズになるっていうのは、うん、とってもいいことなんだけど、はい、でもやっぱりこの気象条件が影響する。はいね、本当にこのどうなんですかね、これからここどう考えてたら。だから今のもう世界のこう危機というと、一つは中東などの紛争、うん、戦争ですよね。うん、それによって私たちの暮らしに影響があるのと、うん、もう一つの危機というのは気候変動ですよね。うんうん、異常気象によってそれによっても私たちの暮らしが左右されるということが、これを示しているということですね。うんうん、スエズ運河とパナマ運河がなかなか通れないというのは、まさに今世界が抱えている重大な危機だとっていうことを知っていただきたいなと思うんですね。そうですね。だから知ることによって、じゃあ、最低限といいますか、何ができるかとか、これからどうしたらいいかとか、もしかしたら新しい技術が生まれればその問題も解消するかもしれないということなので、そんなことにも期待しつつ、やっぱりこう自然現象に対しての私たちはこう恐れといいますか、そういう気持ちも忘れないようにしたいですね。YouTube 学園から新しい本が生まれました。歴史で読み解く世界情勢の基本、これを読めば混迷する世界情勢が見えてきます。チョコレートで読み解く世界史、チョコレートの歴史を知ると今の世界情勢もわかります。美味しい本ですね。はい、ぜひ味わってください。